前回の動画で週末にご報告がありますっていうお話をしていたと思うんですけど、ちょっとね、週末じゃ間に合わないことに気づいたので、今急遽撮影をしています。はい、今回ですね、ご報告する内容は2つあります。ぜひこの動画最後までご覧ください。まず1つ目なんですけど、やっとですね、Cチャンネルオリジナルグッズの販売が決まりました。長かったあれいつだったっけ、グッズ販売するからって言って皆さんにね、何が欲しいかっていう質問をさせていただいてたんですけど、覚えてますかねいよいよそのグッズ販売が決まりました。今回のグッズ販売は今所属させていただいているエニーマインドっていう事務所さんと一緒に作りました。で、本当は7月中にグッズ販売できる予定だったんですよ。じゃあなんでこんなに伸びたかっていうと、このコロナ禍でやってる工場がすごく少なかったんですね。で、エニーマインドさんがいろいろ頑張ってくださいまして、まあそこから2点、3点、4点、5点、6点ぐらい。いろいろね、グッズの仕様を変えたりとか、デザインを変えたりとか、まあいろいろやっていたら、この時期になってしまったっていう形ですね。はい、じゃあ早速、今回販売するグッズを見ていきましょう。まず一つ目なんですけど、こちら。じゃじゃん。プーちゃんとピーちゃんのトートバッグですね。で、これはマチ付きなので、まあ、こうやってね、ちょっと下が広がるタイプになっています。例えばですね、ピーちゃんの大好きなかじりぎコーン。お、ごめん、プーちゃん。はい、かじりぎコーンなんて余裕で入りますね。あとこれは、プーちゃんもピーちゃんも大好きな青パパイヤリーフですね。これも、すっぽり入っちゃいます。よいしょ。はい、こんな感じで入っちゃいますね。色はこのグレー一色になります。プーちゃんとピーちゃんのイラストが入っている可愛いトートバッグですね。ちなみにこのイラストですね、これオリジナルです今回エニーマインドさんに描いていただきました。可愛いですね。続いてはあの100年の伝統を誇る今治タオルでできたプーちゃんのタオルですねここにプーちゃんの刺繍が入ってます。可愛いですね。これ、このタオルはこの枠の部分がブルーのタイプとピンクのタイプの2種類があります。この今治タオルってすごいなんかね、吸水性がいいみたいなんですよね。はい、続いてこちら、Cチャンネルオリジナルカレンダーですね。今回こちら2021年度版のカレンダーになります。プーちゃんとピーちゃんが載ってるカレンダーですね。ちょっとね、これサンプル取り急ぎで作ってもらったので、穴の位置が合ってなくて今回これ刺さらないんですけど、通常ね、ここの木があって、そこにこう収まる感じになってます。こんな感じで後ろにもこうやって棒がついてるので自立するようになってます。こんな感じですね。ちょっとね、サンプルで取り急ぎで作ったので、こちらちょっと作り方間違えちゃったみたいで、あんま寸法合ってないんですけど、台は木製のタイプになってます。今回このカレンダーですね、僕が撮影したんですけど、動画の中では取り上げられていないオリジナルの写真も入っているので、購入して見てみてください。ちなみにこれはですね、ちょっと数量限定になります。確かね、100個限定だったと思います。なので、お早めにお買い求めください。あともう一点なんですけど、実は、プーちゃんの等身大ぬいぐるみも今制作途中です。このぬいぐるみに関しては結構視聴者さんからのご要望が多かったんですよね。ただ色々な事情があって、ぬいぐるみの販売は最初行わない方向で話が進んでたんですね。でもこれだけ視聴者さんからのご要望が多かったので、今回ね、ちょっと僕を担当してくださっている方にお願いをして、なんとか販売までこぎつけることができました。このぬいぐるみに関しては他のグッズと違って2ヶ月ぐらいずれて制作を開始しているので、販売もずれちゃっている状態になります。まだ完成していないので、また何か分かり次第ぬいぐるみの方はご報告をさせていただきます。今ネットショップの方ではプーちゃんの写真がカミングスーンという形で載ってるんですけど、販売はまだ行いませんので、その点だけご了承ください。
で販売期間は11月の14日18時から11月の29日までとなります。カレンダーのみ数量限定販売になるので、売り切れた段階で販売終了という形になります。ネットショップのリンクはこの動画の概要欄にURL を貼っておきますので、そちらから移動してご覧ください。はい、そして2つ目のご報告なんですけど、11月の14日土曜日25時58分から26時40分の間、数分間ですね、読売テレビのピーチカフェっていう番組にプーちゃんが出演することになりました。出演というよりは、正確にはプーちゃんの動画がそこで少し取り上げられるみたいです。これね、残念なことに僕関東に住んでるので見ることができないんですよね残念。全くどんな風に取り上げられるのかがわからないんですけど、もし見られた方はツイッターとかで教えていただけたら嬉しいです。いっぱい食べたね、ピーちゃん。